して。あ、綺麗になったわけ。うん。綺麗ですね。ねえ。こっちがね。うわあい。あ、もう痛い。反応よ。ロリコンちゃん、松田です。じゃあ、じゃあ、二階です。カンナの松田です。カンナのガマチです。よろしくお願いします。お願いします。なんと今日はお二人、天神店の。天神店の。はい。ガマチ先生です。はい、前回、水玉の後はどんな感じだったですか？お、ちょっと今見ます？よいしょ、見える？ああ、だいぶ。こんなんです。お、だいぶ薄くなってます。薄くなってる、うん、よし。背中ほくろだらけやな。そんなほくろあったっけ？ほくろいっぱいある？うん。増えたんやない？ほくろありますね、結構ね。ちょっとあんまそんなに見たことないんですけど。あ、そうですか。よかった。けどと悪い部分がまだ取り切れてないので、はい、今回も水玉をしてもう全部二階堂さんの悪い部分を取り除いていくのと、はい、今日ガマチ先生が美容鍼灸を、おお、ということは悪い部分をもう取り切っちゃうと、はい、取り残しを取り切っちゃって、で美しくしてくださると、はい、ありがとうございます。スペシャルコースですね。やばいね、これ王様気分よ。でも今日もちゃんと取り込みが決まってますどん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 ね、どん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 ですよこれ。どうするこれ。こっちだけなんかえらい上がっとるね。そう、なんかね、両方が違うのよね。なんでこれ、視聴者さん教えてください、わかる方。これ何これ。はい、もうちょっとこっち来たらドーナツ化現象みたいな。いやいやいや、そんなに都市部から離れちゃうよし、ということでじゃあ本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。せーの、行ってみよう。松尾田道中記。今日体調はどうですか？すこぶる会長だと自分では思ってます。先週来た時よりもすごいすっきりしてますね、はい、あ、本当ですか、はい、やったやった。ただね、出来物が多い最近一時期ずっとなかったんですけど、この前もちょっとあったじゃないですか、からずっともうなんか出来物が出てへっこんでみたいな、うん、先週よりもすごい顎のニキビが、そうなんですよ、増えましたね。なんででしょうね。マスクですね。マスク、やっぱマスク効果、うん、暑いのでマスクの中がすごい蒸れやすくなって、確かにここやばいと思うよ、うん、マジでこうなっててね。なので皮脂の分泌も過剰になってニキビもできやすくなるので、そうか、ここだからぐっちゃぐちゃになってた、ここ、うん、わ、なんで今日はそれをガマチ先生に治療してもらってください、はい、やったで、私は今日は何の笑いだ私は今日はもう根こそぎ悪い部分をしっかり吸い玉で流して、はい、松田さんも3回目ぐらいですごい綺麗になってるので。あ、そうなんですね。二階堂さんも今日で3回目になるので。そうね、前ほど痛くなかったらいいな、うん、痛いんだよ、あれ悪いから痛いよね、でも ね、首を右に向けてください。左に向きづらい方ありますか？右、こっちが詰まるいつも右側ですね。そうですか、この辺ですか左側が詰まります、右側が詰まります。ここが詰まる、ここが詰まる、どうしたらいい？わかりました、大丈夫です。はい、ダメだった今。いや大丈夫腕もすごいスムーズに上がりますね。そうなんですよ、そうなんですよ、ぬるぬるでしょ、ぬるぬる動くんで、あ、でもね、オイルマッサージをしてるからぬるぬる。あ、そうそう、オイルの効果でね。今日はそんなわけやるか。あ、今日はしないんだ。はい、腰右です、はい、左です。前回、はい、うん、抜いた時にこの辺りが詰まってましたね、この前ね、うん、あれはなくなりましたね。なくなりました、うん、で今日は首が、首ですね、うん、気になります。ここがなんか詰まってますね、わ、うん、かりました。じゃあ吸い玉しますので、はい、手にお願いいたします。よし、今日は親指動かさんと、今日は動かそういつも動くもんね、意識しとく。松尾田道中記。あ、綺麗になってます、うん、綺麗ですよ。一番悪いこの汁が出てきた部分とかも、うんうん、色全く消えてるんですけど、うん、右側がちょっとまだ色が悪いのでしっかり流していきたいと思います。汁が出たとか汁が出たとこなんて綺麗な、うんうん、状況的にはいい感じですか？いい感じですね、うん、あと消えるのも早いですし、いいと思いますよ。松尾田道中記。私昨日これ水玉やってもらったんですよ。こう超絶悪くて。あら、マジですか？やばいです、私の今背中。マジか。あ、ちょっとおさんざいます、ごめんなさい。ちょ、マキシスカやめてください。何ですか？いや、何でもないです。あ、割と欲しいな。もう、あ、もうずっとそれがいい。今日はしません背中にさっきほくろが多いって言われたじゃないですか。うん、隙間物の数が減ったからほくろが多く見えるようになったのかもしれないですね。うんうんうん、私はそんなにほくろが多いとは気にならなかったですけど。なるほど。綺麗になりましたね、背中も。やっぱ背中の血流も良くなってるので、隙間物も。おいしいです。さあ、今日もしっかり流していきます。お願いします。
あ、けど全然違いますよ。痛みがない。なんか一番最初とか2回目の時はもうすぐ真っ赤になったんですけど、うん、なるほど、赤いんですけどその赤さが全然違います。だってね、痛みがないもん。本当ですか？やられてて。ああ、そうなんですね。うん、だって最初激痛やったのよこれ。全然色が違う。やっぱそんな変わっていくんですね。すげえ。よかったですね、しっかり悪い部分が。すげえ、吸われてんだちゃんと。吸われてます、吸われてます。わあ、すごい。それは痛くないですか？大丈夫です。痛くないです、全然。あ、気持ちいい。なんかね、あの背中をかいてもらった時のあの気持ちよさみたいな気持ちよさですね。気持ちよさみたいな気持ちよさ。そう、背中をかいてもらった気持ちよさみたいな気持ちよさですね。あ、伝わらんこれ。伝わりますよ、わかります。ああ、気持ちいい。端っこがまだ悪いんだね、それね。そうですね、うん、端っこちょっと痛みがあったね。端っこって外側ってことですか？あ、外側、外側、はい。全然赤さは最初に比べると、うん、なるほど、全然いいんです。肩口と腰のとこが痛いね。剣道されてるから、やっぱ手の疲労とかも。ああ、そうかも。あの三角筋の後ろ側が。だけど赤いですよ、ここは。そうそう、そこがね、うん、痛いな。そこと腰がね、うわーい。あー、そこ痛い。うん、あらー、にゃーにゃー。痛いんだ。してないところですもんね。おい、いつもしてるところはここのラインなんですけど、外側のラインなので。そう、痛いで。じゃあ今日は外側にしましょう。明らかにしてないとこは痛いんだね、うん、本当に、うん、逆にしてるところは良くなってる。うん、してるとこ気持ちいいもん。すごい日焼けした。日焼けしたみたいに赤い。赤いです。いや、そんな痛くなるんだ。うわ、痛い。ちょっとどうですか？もうね、詰められるような感じ。ああ、ああ、ああ、また親指がね、動くような。意識してるはずなの。ダメ、もうビクビク動く。何に反応しようやか。結構強めに吸ってますけど大丈夫ですか？もう痛い。うん。大丈夫なんですか？そんな声出して。そういう声が出るのよ、本当に。あ、本当に、うん、これ水玉ってこれ全身いけるんですか？いけます。あ、この前マトツさん足に多分されてるんじゃないですか？腕とか足。あ、いいですね。で、足もすっきりしますよ、やっぱ血流良くなるので、うん、むくみも取れます。なんか尻とか気持ちよさそうやけど、尻とかもするんですか？しますね。うん、あ、この辺とかもできるんですか？いや、あんまり見たことない。お腹やっぱないですよ、胸とかお腹とかない。あんまり見たことはないですね。背中が多いかもしれないですけど、全身結構手先までやってる。逆に全身を吸ってたらちょっと気持ち悪い。閲覧注意の人。確かに。閲覧注意。お、なんか幅が広いですね、今回。そうです。今回はサイドを中心にですね。やっぱこの正中線真ん中のラインはずっとやってるので、色が外側に比べると全然綺麗ですね。うん、確かに、うん、この辺が楽しみですね。うん、脇のあたりやっぱ三角形。うわ、傘が違うもん。このまま時間を置いていきますね。はい、松岡道中記。すごい。あ、これはすごい、さつまいもの色。良、うん、くなったと思ったんですけどね、うん、理科の実験で出てきそうだね、うん、あー、気持ちいい。気持ちいいね、この開放感が。あー、気持ちいい、これ。やっぱこの真ん中のラインは本当にやってるので全然差が、うん、外側と。そうなんだ、違うんですね、うん、やっぱやっていくと、そんだけ良くなるってことね。うわぁ、知るって、知るスポットが知るって、なんか濁ってます。おい、反応よ。いや、汚い。いかがだから、動画見たら汚いよこれ。マジ、うん、俺が汚いわけじゃないからね。言っちゃっけど、何が汚いんですか？じゃあ、うん、俺よ。俺でいいよ。やっぱ外側のラインは悪いね。じゃあ拭き取っていきます。はい、汁が濁ってる。汁、そうそう、汁が濁っとっちゃう。なんだろ、汁が濁っとって、うん、オイルととは思うんですけど、濁りすぎちゃう。はい、はい、これ汁。
いや汚ねえ。これだけじゃ他何もないっちゃう。そこだけそうなるの。そう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 。知るぞ。じゃあもう知るスポットだそれ。知るスポット。けども初回よりは全然色は綺麗です、ね。あでしょうね。痛みが全然。うん、いや外側痛かったって言うても、うん、初回のあの痛みとは全然違いますよ。ここだけとか。そうですね。ね。うん。こっちのだけとか半分がそう部分部分見てますね、うんうん、確かに確かに。ああ気持ちいい、すっきりした。正常化するとすごい背中があったかくなる感じありません？ええー、ありますあります。血が巡ってるんで、うん、すごい背中だけ熱い感じがありますよね、うん、血行がすごく良くなってる状態なので。なるほど。でもねもう痛いとか何もない、突っ張り感もないし、うんうんうん、免疫もさらにしっかり上がりましたね。やったさあ、 あの体の動きを見ます。首右にお願いします。左に。あ、楽になった。楽になります、うん、楽になったっす。やった、楽になったよ。これぬるぬるだから。そうですね、腕はもう最近スムーズに上げれる。そうそう、腕の二階堂と言われるぐらいのね。両手お腹に当ててもらって、はい、腰右です。左です。動きの違和感とかはないですか？ないです。はい。わかりました。で今体の全身の調整したので、はい、次は綺麗になるために美容心を。久しぶりですよね。そう、久しぶりね。確かに。サケル先生にしてもらった以来。以来じゃないかな、多分美容心は。よろしくお願いします。はい。すんげえチカチカくるのこれ。だから何か言ってくださいってこれ言った後に。違うんですよ。松尾忠通記。ありがとうございました。いやあのね悪い自覚がなかったけど、きついとかなかったんですよ。でもやってもらった後に楽になった感じがあって、あなるほど、疲れてたんだっていうのはそこで分かりました。であと美容もしていただいて。美容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 心もしていただいて、もう最後ねもう。化粧水振るんで口止めようって言われて、はいってなって、口止めよう、はい、口止めようかみたいな感じで。松尾多動地域でこの動画を見たって言って初めて来た方にはなんかこう割引とか今日のコース、今日のコースは何ですかちなみに。今日は美容心のコースと水玉オプションがセットに、あ水玉オプションをセットにしたようなコースになってるよと、はい、はい、で初見の方はなので、はい、美容鍼灸のみだったら1万4000円と初診料4000円合わせた1万8000円なんですけど、うん、はい、定価がね、はい、で YouTube 見たって言っていただけたら、はい、4980円で、4980円の税で受けられますよと、はい、いいですね、うん、美容鍼を受けられます、うんうんうん、でその水玉はオプションなので、そうかそうか、つける方はまあつけるんだったらその価格に水玉オプションつけてるねということですね。なんかねうちの視聴者さん水玉えらい人気なんですよ、うんね、水玉してもらいたいってめっちゃ言ってますもんね、うん、いやあれはね本当ね悪かったら痛いんだと思う。最初回本当痛かったから僕、うん、でもねやってもらった方がいいよ。痛くなくなってくるってことはそんだけね悪いものがなくなっていくわけでしょ。私たち痛かったことがないからって言ってましたね、うん、そうだから僕が針が痛くない、うん、重くないって言ってる。だから人によって違うのよねそこがね。だからぜひねやってみてもらうといいと思います。そうよ、はい、そうよはい、登録者も結構増えてますね、神田さんのチャンネルね、はい、ありがとう。もう1300人、400人ぐらい感じいますよね。グイグイいってますね、はい、うん、なので皆さん登録しておいてください。説明欄貼っておきます。はい、はい、チャンネル登録お願いします。さよなら。せーの、ムンバイ。カナ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 目の浜で6年カナ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 天神店もありますよカナ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 針の治療の専門家迷わず行けよ行けばわかるさ1、2、カナ来てください。ババンババンバンバンアビバモンのババンババンバンバンアビバビバビバババンババンバンバンアビバモンのババンババンバンバンアビバノンいいとこだいいとこだ、さよならするのはつらいけど時間だよ仕方がない、次の回までごきげんよう。ババンババンバンバンチャンネル登録しろよ。Ba-bam, ba-bam, ba-bam. コメントも書けよ。
ババンババンバンバン筋トレやれよババンババンバン違うよ違うよ奥さん次の回も一生懸命頑張りますごきげんよう